皆さんこんにちは、ビリジェンの大林です。今回はですね、スペシャルゲストをお招きしまして、対談の様子をですねお送りしていきたいなと思っています。今回、お越しいただいたのはですね、カーレースナスカーの、ドライバーでいらっしゃいます、上野博之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。全米で一番こう有名なモータースポーツの、そうですね、ナスカーで、本当に第一線で活躍していらっしゃるということで、モータースポーツファンの、方はね、あ、こんな大物がB レジェンド のスポンサーを受けていたのかって驚く方もいらっしゃると思うんですけども、今回はその上野さんの、経歴を伺っていきながらですね、まあ、こう上野さん今のこう立場ポジションをこう何も知らない方がこう拝見するともう順風満帆にここまで来たのかなともう本当にトップの地位で、レースをされてもうアメリカでこうレースをされてて本当に成功してらっしゃるので本当にもう能力がすごいんだろうなとか、相当運がいいんだろうなとか、いろんなことをこう考える方がいらっしゃると思うんですけども、その上野さんの、経歴とか今までの、経験をこう伺っていくと、こうただ才能があったとか運が良かったとか、もうそういうことだけでは片付けられない、要素が、いくつも重なり合って、まあ、ある意味必然的に、まあ、偶然でもありますけれども、まあ、何か必然的なものがあってこう今の上野さんがこういらっしゃるのかなというふうに、感じましたので、そういうところをですね、上野さんに伺っていきながら、こう我々がこう何か大きなチャンスが来た時にそれをしっかり掴み取れる、ようになるにはどういうことを意識していけばいいのかというのを、上野さんに伺っていければなと思っております。はい、よろしくお願いします。そうしましたら、まず最初にですね、私の方から簡単に上野さんのプロフィールをご説明させていただきます。はい、上野博之さんですね、1977年の7月24日生まれですね。はい、で、高校を卒業されてから、1998年の1月、はい、なので20歳の時に、そうですね、会社を立ち上げられて、はい、まあ、車関係のこうエクステリアなんかをデザインするような会社ですよね、そうですね、はい、を立ち上げられて、起業されましたと。はい、で、実はカーレースを始められたのは、結構上の年齢になってから難しいですね、表現が年いってからって言ったらなんか語弊があるのが32、はい、そうですよね、はい、2009年の7月にこうカーレースを始められて、はい、で、まあ、アメリカに渡られてナスカーの、レースに出場されるようになったのはもうもっと後、そうですね、37ですから、はい、2015年に、アメリカに渡られて、はい、その2015年の4月に初めてナスカーを運転されて、はい、でその時にこう上野さんの、ドライビングテクニックが関係者の方の目に留まり、はい、ナスカーに参戦することに、はい、その年の10月、はい、もう5月にアメリカに渡られて、はい、その5ヶ月後にはもうプロとしてレースをされるという、そうですね、はい、はい、ことですね。で、2016年には、ナスカーの、年間ランキング4位、はい、で、外国人としては初の、はい、ルーキーオブザイヤーを獲得されるということで、はい、ナスカーのトップで、活躍をされております。はい、で、まあ、ここまでね、簡単にですけどプロフィールをご紹介させていただきましたけども、これだけだともう本当に順調にこうステップを踏んで、そうですね、ここまでこう来られてるっていうような、はい、印象を受ける方もいらっしゃると思うんですけども、はい、まあ、私あえて今は説明しませんでしたけども、この間にものすごい困難が、あったりですとか、それこそもうレースどころではないような、大変な事態に見舞われながらも、そういったことをこう乗り越えて、
今のこうナスカールの立場を築き上げられたということで、その辺のお話も伺っていきながらですね、運のいい人、悪い人、チャンスをつかめる人、逃してしまう人、どういう違いがあるのかというところを教えていただければと、思っております。はい。はい、で、まあ、まず、上野さんのプロフィールを拝見して、多くの方が気になったと思うんですけれども、レースを始められたのが、もう本当に大人になってから、そうですね。こうまあ、私もそのレースは全然詳しくなくて素人なんですけれども、はい、そのレースの世界ってそれこそこう10代のうちから、もうサーキットに出て、こうもう技術を磨いてしのぎを削り合って、そうですね、上に行く、そういう、こう世界を想像されてたんです、想像してたんですけれども、ナスカーにおいては、そのドライバートップのドライバーの平均年齢ってどれぐらいなんですか？アメリカのレースの事情を言うと、はい、正直ね、2歳、3歳ぐらいから乗ってるんですよ。そうなんですか。で、それがね、最初は、まあ、オートバイみたいな、あんなポケバイって言われるような、ああいうのから始めて、はい、8歳ぐらいではもう四輪の、こう、ナスカーのちっちゃいバンみたいなんで、はい、もうみんな、やってますね。もう我々が自転車に乗ってるから、自転車に乗っていた。自転車より速いと思いますよ。なるほど。はい、で僕は土地がいっぱいあるんで、はい、自分ちの庭でやったり、もう誰か友達の家の庭にそういうちょっと走る場所があったりするんで、はい、結構ね、身近にそういうモータースポーツがあるんです。なるほど。はい、なので、こう、我々が公園に行ってキャッチボールをするような、本当そんな感じで、本当に庭にちょっとしたコースがあって、はい、そこにある遊びですね。あ、なるほど、うん、そうなるともう本当にこうレースが身近にあって、ね、はい、もうその遊びの一つとしてその車のレースっていうのがもう定着しているという文化なんですね。そう、はい、そうなるとやっぱりこうもう遊びの延長でやっぱりその中でこう才能があって速い子たちが、はい、じゃあもう本気でレースをやろうということで、はい、プロの世界に飛び込んできて、はい、となるので、それこそもう20代前半とかそれぐらいのレーサーも多いんじゃないですか、ね。びっくりするんですけど、はい、僕が新人賞を取った38の時ですね、はい、2016年、はい、その時ランキング4位って先言ってもらったじゃないですか、はい、その時、その年のチャンピオンを取ったのは14歳です、はい、ちょっと想像を絶するあれですね、若さの、はい、いやでもね、もうそれぐらいですね。でその子はもうそれこそ8歳ぐらいからどこどこのエリアのチャンピオン、はい、で10歳でどこどこのエリアのチャンピオン、うん、こうそれぞれずっとチャンピオンを取って、で舞台が大きくなってきてナスカーに乗って、はいはい、でチャンピオン14歳に、本物のエリートですよね。いや本当にそうやと思いますね。でちなみにシーズンの途中で気づいたんですけど、はいはい、彼のお父さんが僕と同い年っていう。そうなんですね、はい、それこそもう父親と息子ぐらいの年齢、まだもっと上向いてるんですよ、はいはいはい、僕が一番うわこのおじいちゃん早いなと思ったら72やったんで、はい、72歳でも現役のドライバー、早かったですね。そうなると、まあ、こう一概に若ければ若いほど有利なスポーツというわけでもない。そうですね、やっぱり経験がものを言うたり、なるほど、はい、いろんな、まあ、その若くて体力があってテクニックはあるけど経験がないとか、なるほど、なんかね、いろんな人が戦えるんで、それは男の人も女の人も、なるほど、はい、それは楽しいレースですね、はいはい、それこそこう上野さんが、こう弊社に寄稿していただいている、はい、記事にもありましたけど、こうレースの世界ですとそれこそ時速200マイルを超えるような、はい、時速300キロを超えるようなスピードで、はい、車を運転されるので、はい、こう何か考えてから行動してからではもう遅い。そうですね、ということで反応しないんで、もうあって思った瞬間にはもう何か起きてるんですよね。そうですね、なので、はい、その
あって思いながらも勝手に体が動いて反応してるぐらいじゃないと、はい、ドライバーとしてやはりこう上にはいけないということで、はい、そういう面でやっぱりこう長年走ってきた経験から来るこう感というか、はい、こう体が勝手に動くような、そういう感覚っていうのがやっぱりカーレースの世界では、重要になってくるので、はい、こう単純に若さでこう体力と反射神経、まあ、それが、まあ、あるに越したことはないと思うんですけども、はい、それをカバーできるような経験をもってすれば若い選手にも立ち向かっていけると。そうですね。そういう競技なんですね。僕、運がいい人悪い人っていうのは、はい、準備できてるかできてないかやと思うんですね。はい、はい、なんで、まあ、この同じ時代に、同じ、まあ、この日本っていうエリアにいてて同じことが普段起こってるはずなんですよ、はい、でも結果がまあ出る人と、はい、なんか知らんけど逃す人、はい、でなんかこうチャンスが来ました受けれるでもあ落としたぐらいの人やったらいいんですけど、はい、チャンス来てることも分かれへん人が実はほとんどだと思うんですよ、はい、だからそのチャンスが来たってこう手を出せれる準備、はい、でちゃんとこう受け止めれる準備がある、こうしてる人かしてない人かっていうのだけだと思うんですけど、ね、なるほどですね、はい、なのでそのチャンスが来てから頑張るでは遅くてまさにその通りですね。あ、来たら掴みに行けばいいや、はい、ではなくてもうそのつもりだともうあって思った時にはもう通り過ぎてる、はい、しもうひょっとしたらもうチャンスが通ってることにも気づかないかもしれない。そうですね。ゲームが始まってることすら気づいてないんで、もうほとんどの人が、はい、なるほどですね。なのでこういつゲームが始まってもいいように、いつチャンスが飛んできてもいいように、はい、こう普段からしっかり、準備をして構えておく、はい、というのが、まあ、大事ということですよね、うん、で、上野さんの場合はそのナスカーのこうチャンスをつかむための、はい、まあ、準備というのはいくつかこうあったと思うんですけども、はい、まあ、その一つが、20歳の時にこう起業をされた経験、はい、だと思うんですね、はい、その時起業された時っていうのはそのレースの世界でこう活躍しようとか上に行こうとかそういう、こう意図があって起業されたんですか？いや全くそういうのはそういう世界があるとはなんとなくテレビでは知ってるんですけど、はい、詳しくも知らへんかったし、で10代の時はオートバイのレースをしてたんですね、はい、でそれはまあ50cc で家の近所にある堺カートランドっていうところをこうぐるぐる呪われたように走ってたんですね、はい、でそれがもう身についてたんで、はい、その32歳で車の、まあ、レースに出た時にすぐに結果は出たんですね。なるほど。でもその、まあ、僕がアメリカに行けたっていうのは昔はその車のデザインを手でしてたんですよ、はい、でその手でしてたのをこれをやっててももう先がないって思ったんで、なるほど、こうコンピューターで 3D CAD っていう、はいはい、それで設計できるように、まあ、独学で覚えて、はい、でその独学で覚えた時それ昔に教室がなかったんですよ。そういう、あ、そうなんですね。今だともう本当そこら中で教室やってますよね。はい、あると思うんですけど、はい、どれぐらい、もう11年ぐらい前です、はい、あのちょうど2011年、はい、もう震災があった僕翌週に新宿にね、はい、CADのなんか学校に1週間行ったんですよ、はい、それ1週間で50万円もするんですよ。でもその来週行くって決まってるのに震災起こって、で学校からもどうしますかって、はい、で開催するんやったら僕は行くと、はい、で行ってその50万円払って覚えた技術っていうのが本当ね、お茶碗は右で持ちますよみたいな、お箸こうやるんですよレベルのことしか教えてくれないですよ。じゃあその習ったことが実践でそのまま使えるわけではなかったってことですね。本当ね、触りだけですね。あ、なるほど。そっからもう一つ上のレベル行こうと思ったらもう100万円2週間みたいな、で次会場名古屋みたいな、でこれはもう無理やなと思って、はい、でちょうどね、YouTube をなんかこう見出したぐらいで、はい、でそれを見てたらね、外人のおっさんが僕がやりたいことをすでにやってたんですよ、はい、
なるほど、はい、ほんでそれを見ながら、はい、こう YouTube 止めて、はい、巻き戻して、はい、で喋ってるのを聞いて、はい、でどこのコマンドを開けてるかっていうのを全部こう書いていって、はい、でなあ今何言ったのっていうのを聞きながら、はい、でもそれ全部英語なんですよ。ですよね。でその英語を勉強しながら聞きながら見ながら自分でも試しながらみたいなのをして結局独学で、はあ、相当大変ですよね。まずその言葉の壁がある中で本当ね。そうなんですよね。だから僕はまあそれでこうパソコン1個あったら、はい、どこでも仕事ができるっていうそういう状態を作れました、はい、である程度英語も聞いて話せます、はいはい、なんでこうアメリカに行くっていう機会があったんで、はい、まあそれで日本に3ヶ月ぐらいいなくても生活もできるし、はい、っていう状態やったんでアメリカに行けた、はい、で普通の人はそういう状態になかなかサラリーマンだったりっていうのがないんで、まあ、そういう準備を僕はまあ知らないうちに、うん、はい、でもその3ヶ月ポンっていく泊まる先も僕はその20歳で起業して、はい、アメリカにも何回も行ってたんで友達がおったんです。なるほどなるほど。でその子の中の一人にこっちの家泊めてやって言ったら、はい、まあ3ヶ月ぐらい泊めさせてくれるおばさんの家、いまだにそれ僕借りてるんですけど、はい、そこに紹介してくれて、はい、で3ヶ月そこでずっと、はい、過ごしてたっていう。でそのうちにこうナスカに乗れるチャンスがあったので乗ったら早かった。なるほど、はい、まあ、なのでこう最初からナスカで活躍するぞって思って、いろいろ準備を進めたわけではなくて、たまたまこうパソコン一つあればこう収入が得られるようにしたいということで、CAD の勉強をされて、それがたまたま教材が英語しかなかったんで英語も覚えるしかなくて英語も覚えましたと。で、英語も理解できるし、もうちょっとぐらいなら日本を離れても全然収入に困らない状況になったんでアメリカに行けましたと。で、まあ、たまたまこうバイクのレースですとかカーレースの経験があったから、ナスカー乗ってみるかというチャンスをこうものにして、関係者の目に留まり、参戦するということなので、こうそれこそ本当に偶然がこう重なってナスカーに参戦することになったというか、こう初めからこうナスカーのために準備をしてきたわけではなくて、こういろいろその時その時でこういろいろな意図があって、でそのためにこう準備してきたことはこうまさに点と点がこう線につながる感じで、最終的にこうナスカーのこうトップのレーサーになることができたということですよね。なのでそれこそ本当に、まあ、今ねゆとり世代とかこう悟り世代とか言われてますけど、はい、私ももうゆとり世代ど真ん中の。おいで、そうなんですか。なんですけど、はい、あのリアクションがおっさんそうなんですよ。だからそのやっぱりあのそういう世代の特徴としてどうしてもこう無気力というか、はい、積極性がない待ちの姿勢というか、うん、はい、それこそこうチャンスが来たら頑張ればいいやみたいな、はい、そういう考え方 の方が非常に多いような気がするんですね。私も実際そういうところがあったなと、あの思い返してみるとあるんですけども、そうじゃなくてこう上野さんのようにこうその時その時でこうやりたいなと思ったことですとか、これはやらなきゃとか、こう目の前にあることをこう本当に没頭してこうものにする、その経験が積み重なることでいつかその大きなチャンスが来た時に、それをつかめるためのこう準備にこう知らず知らずのうちになっているということで、まあ、こう上野さんの今のお話を伺っていると、こう、まあ、お仕事とかねこうされてたりとか学校の勉強とかこう聞いたりすると、これが将来何のためになるのかわからないなと、そういう思いを持つ方もまあ、いらっしゃると思うんですね、はい、この仕事やって何になるのかとか、この勉強やって何になるのかとか、こうそういうことを
がまあ気になるかもしれないんですけども、それは一旦置いておいて、こうしっかりものにするためにも没頭してこうやってみる、そういうことがこうそういう積み重ねが本当にあの準備になっていって大きなチャンスをこう掴める、あのそういうことなのかなというふうに感じました。はい、はい、そうです。なんかね、あのまあ今本屋さんに行くと、そういう本ばっかり売ってるんですよね、はい、なんか自己啓発的なね。でもなんか僕はその本が積み上がってるのを見たり、表紙を見たりね、はい、誰の推薦本かっていうのを見たりして、はい、すごい嫌な気持ちになるのが、はい、本が一番大事なところを置いてきぼりにして、はい、一気に結果を得れる短時間で高収入ですね、結局、はい、資本主義なんで、はい、そのすごい結果が残せるっていうテクニックの本ばっかりなんですよ。なるほど。でもこう本質的に大事なことっていうのはおそらくみんな耳が痛いし時間がかかるんで、で何やったらねお金かからんでもそれは学べるんですよ、はい、なんでお金になれへんから本に結局しないっていうね、なんか変な悪循環みたいな。でもコツコツできひん身近な幸せとか気づきに触れられない人ほど、はい、このテクニック本に手出すんですね。で結局なんか短時間ファーって興奮するだけして、はい、もう次の日寝て覚めたらもう本の内容忘れてるみたいな。だからもう僕らの、まあ、こういう業界で言うと丸々したら痩せるとか、はい、お前浮かぶでしょ、ね、何々しただけで英語が喋れるとか、なんかこう、もう短時間で何億稼ぎましたみたいな、はい、そういうのがもてはやされるんですよ、はい、それがまあ僕はすごい残念やなって思って、うん、でも結局それってこう一瞬ピョンって伸びるんですけど基礎体力ないんで本当ドーピングとは一緒なんですよ。なるほど。もう一気にワーンって結果一瞬だけピョンっていくけど何かしらトラブルでこう落ちていくっていう、うん、だからそうじゃなくてこう本当にコツ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 こう右肩上がりっていうんですか、まあ、右が左か知らないですけど、なんかそういう風にする方が僕はこう人生豊かになるというか、うん、なんかだから今なんかファイヤーとか言って流行ってるでしょ。そのよく言ってますね。30で1億持ってどないすんねやろって僕思うんですけどね、うん、なんてしょうもない、しょうもないとは怒られますね。なんてこうそこなんや人生の、うん、なんかね達成するところが、なんか僕今カーレースしていろんなスポンサーの方に会うと、はい、やっぱもう想像を絶するお金持ちの方に会うんですけど、皆さんそんなこと考えてないですもんね。好きなことを集中してやってるうちに結果が出たっていう人たちばっかりなんで。そうですよね、うん、なんか目指すところがちゃうなっていうのが、うん、確かに経営者の方もセミナーとか、はい、受けることはあるんですけど、はい、そういう方のお話を聞いてると、まあ、そのお金があるとかこう社会的な地位があるっていうのは、まあ、あくまでもその結果であって、はい、その方のやっぱり根本にあるのはこう社会を変えたいとか、はい、こういうことを成し遂げたいっていうような、はい、本当にこう熱い思いがあって、そのためにこう一つずつ一つずつこう行動していった結果が、まあ、たまたまこうお金という形でこう対価をもらってっていうようなパターンの方が本当に多いなというふうに感じるので、まさにこう上野さんがおっしゃったようにこうお金が欲しいからちょっとこう小手先のテクニックでこう稼ぎますとかではなくて、やっぱりこう自分のこうやりたいこととかやらなければいけないことを一つずつこう積み重ねてこうしっかり強い土台を作っておいて、そうですね、それからっていうことですよね。なんで、なんちゅうなんか僕が特別何かね、すごい特殊なことをしてるかって言ったら、全然そうでもなくて、それこそ、その親世代のね、僕なんて45なんで、子供がおる世代なわけなんですね、はい、で、大体子供って、なんでこれ勉強せなあかんって言うでしょ。そうですね。
で僕も言うてました、はい、思ってたし、なんやったら高校3年間そう思いながら勉強せんと、はい、こんなに何に役立つねんと思ってやってましたけど、今になったら全部理解できるんですよ、はい、ちゃんとこうなんでここを勉強せなあかんかとか、なんで数学なんやとか理科なんやとか歴史なんやとか社会とか、もう何一つかけてもあかんっていうのを、でもちゃんとそれをこう教える側が伝えれてないですよ。そうですね。なんで勉強せなあかんのって聞かれたら、なんでもっていう。なんでってもみたいな感じで片付けるから、だから子供にしたらすごい純粋なね。なんでなんやろっていう。で僕まあちっちゃい時、なんで病って自分でつけとったんですけど、はい、何に対してでもこう。なんでなんやろうとかずっと考えてて、僕左利きなんですよ、はい、で兄弟男4人で僕4番目で、お兄ちゃんみんな右利きで、はい、なんで俺だけ左利きなんやろっていうのがあったり、はい、なんで俺は4なんだよ、なんであの人が長男次男、なんで俺ちゃうかったやろとか、なんかそういうのをねすごい考える子供やったんですよ。だから何にするにしてもなんでなんやろっていうその子供の問いを潰すような、こうめんどくさいでしょ、忙しいし、いろいろお母さんなんか特にね働きながら家事もせなあかん人もいてるんですけど、なんかそういう子供のすごい純粋な、うん、なんでなんやろにこう答えてあげれたらその子は伸びていくと思うんですよ。別に答えられへんくても一緒に考えるとか、はい、おそらく親も分かってないと思うんで、なんかそれをね思いますね。うん、だからそんな特殊なことはしてないんですよね。もう当たり前のことをやってる。うん、まあでもただそれは何でしょうね、親とか兄弟とか、はい、こう僕が何かしたんじゃなくて、そうさせてもらえる環境を作ってもらってたっていうね。なるほど、うん、それは僕はすごい幸せやったなっていうふうに思いますね。うん、それができる環境というか、なんでなんやろってこう考える環境やったから良かったんですよ。はいはい、ああ、なるほど。うん、俺がすごいそういうのも許されへんような過酷な環境やったりすると、そんなね時間の猶予もなかったと思う。まあ、何でもやることですね。あとなんかちっちゃい時って何かやってはりました？いろいろやってましたね。まあ、一番長くやってたのは野球ですね。はい、小学校から高校卒業まで、はいはい、やってましたし、そろばんやったり、水泳やったり、はい、今思うとこういろいろやらせてもらってたなと思います。うん、はい、その、野球で学べるねテクニックと、はい、野球で学べる本質ってあると思うんですよ。はい、こうで まあ、その本質って言ったらなんか体操なんですけど、野球で学べる何にでも通じることってあったと思うんですね。はい、で僕も野球、まあ、ちょこっとやってたんで、はい、野球の中でこう学んだことって結構あるんですよ。はい、で、まあ、その野球の中で何にでも通じるものと、その、まあ、上手くなるテクニックって、はい、でソロ版やったらソロ版でもあると思うんですよ。はい、で、もう一つ何でしたっけ？水泳は水泳でこうテクニックと本質っていうのが共通すること、はい、で全部ねちょっとずつこうオーバーラップしてると思うんですよ。はい、でこのオーバーラップしてるところを早く正しく掴んだ人ほど全然違う業界にポンって行っても、はい、その全然知らん世界のテクニックを学んだら通用する人材になるんですね。はい、あ、なるほど。本質的なことはしっかり、そうそうそう、からこそこう全く違う業界に行っても、あ、ここのその何て言うんだろう、しきたりというか、はい、なんか業界ならではのものあるでしょ。はい、そういうのはよくあの見て盗めって言うじゃないですか。はい、それ見て盗めるものはテクニックなんですよ。はい、でもコツコツ続けることで見えてくるものは目に見えへんけどこう見えてくるもの、うん、
は本質的なものだと思うんですよ。なるほど。だからそれが、まあ、家庭やったり家族やったりっていうベースがあったら、僕なんか四男坊やからいかにお菓子を多く取るかって多く食べるかって、僕9歳お兄ちゃん離れてるから、はい、まだ15歳のお兄ちゃんと6歳ですよ、はい、が用意どんでぶどう食うたら絶対あいつの方がいいんですよで、またうまいんですよ、ずっこいことすんのが。だからそんなんでこう6歳の弟は鍛えられるわけですよね、はい、でもそこからだん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 こう見えてくる本質っていうのがこう家族の中とかででもあるんで、まあ、そういう部分で得たもので、僕も野球があって、でそれってこう今度、まあ、恋愛とか、はい、なんかいろんなクラブ活動でのその友達のこう中でも学べるものとこうテクニックとかあると思うんです、はい、で今もこのテクニックの部分をとにかくお金に変えて、うん、その本屋さんなりインターネットでなんちゃら商材とかやって売ってるように思うんで、なんかね、ほんまもっとこの本質的な何にでも通じることをどんどんこう学んでいくのが本来人生の中では大事だと思うんですよ。なるほど。そこは面倒くさいし、しんどいんで、そこは結構もうおざなりになって、はい、で、とにかくもう短時間でバッと結果出せるようなのがなんかかっこいいって思われてる今の風潮をなんとかしたいなとは思います。なるほどですね。こうそれこそこう昔から石の上にも3年とか言われてますけど、もう本当にそういうことですよね。やっぱりこう地道にこうコツコツある程度の期間しっかり続けてこそこう見えてくる、ね、本当に本質的なものっていうのが、大事で、そういうものをこうしっかりいろんな分野からこう学んで、ご自身の中でこうしっかりその本質的なものがある方ほどチャンスをつかめる。いやと思いますね、はい、うん、そこさえ、まあ、ブレへんとかってよう言うじゃないですか、はい、そこさえブレへんかったらどっしりできるというか、うん、今の現状自分が結果出てないとしても継続できるんですよ。あ、なるほど。で継続してるうちに絶対チャンスは来るんで、はい、でそれをチャンスとして捉えれるか、うん、でそのチャンスをあチャンス来たパッてこう手が出るかで受け止めて、それをちゃんとチャンスに変えれるか、うん、なんかそこが大きいと思いますね、うん、僕なんか全然、うん、自分では運いいと思うんですけど、はい、みんなも絶対同じように運は来てるはずやし、うん、どっから来るか分からないですよ、はい、神様が来るんやったらまあ上からなんかなって思うんですけど、みんなそれぞれね、同じこの平和な日本にいてる限りは同じチャンスは来てるはずなんですよ。それをこうなんかうまいこと活かせてないっていうだけで、そんな人間の能力って僕大差ないと思うんですよ、はい、なんかそれをなんか自分はとかでもだって、うん、しかしってよくね、うん、言われる人多いけど、そんな風に自分でこう制限かけてるだけで、はい、実はそんな人としての能力って変われへんのちゃうかなっていうのは、うんうん、